教習寺は、福井県福井市松本にある浄土新州本願寺派の寺院である。三号は、牛花山。教習寺の会期は行所である。三河念仏総称日記によると、高田家、秋のの教えを受けた、炎前の弟子であった。同じ炎前の弟子としては、新州三門徒派の序道、新章、仙城などがあり、念仏を進めていた。行女は、 三河年物総称日記に越前町瀬、郷田島とあり、今の堺市堺町田島あたりに拠点を置き、殿堂に従事したという。女道が大町道場を開いたのは1290年であり、行女もその頃に道場を開いたと考えられる。行女は高田門との支流に属するが、本願寺各女とも接触があった。各女が大町道場を訪ね、 ここに20日余りも滞在した。その折に行、助、助道、新章は各女から教えを受け、さらに各女から協業新章を伝授され、宗祖の鏡見影も会長するなど歓迎に努めたこともあり、行女等は本願寺系となった。行女は各女の宝脈を受け、本願寺と良好な関係を保ち続けた。本願寺に残る文章、母系古以十巻には、 本また、文房家地脈の名字を釣りやからは、優勝、吉則、角城、京縁、城、里市、精神、行女、正入り、ただ縁、道喜び、錆びてとなり。とあり、各女の文房家地脈に含まれる重要な人物の一人として、行女が挙げられている。教習時の事号が初めて文献に見えるのは、保護裏書きの藤島長商寺創立有意書を語る部分である。 彼、炎前の弟子、越前国大長の序道と運者あり、田島の教習寺行所、和田新章は人もに、閣女承認を在国の中、御歓迎、お受けられ司法となり、との記述があり、閣,閣女が、新蘭の平等に、本願寺の御を付したのが1312年から1321年の間のこと。また、両元が建てた寺に、閣女が、 高生寺と名付けたのが1323年である。そのことから言えば、本願寺系としてはかなり早い段階での自業故障であり、各女から自業を賜ったという言い伝えにも頷けるものがある。道場を開いた頃から数えると724年の歴史があり、またかなり早い段階での自業故障から考えても、本願寺系の寺院としてはかなりの古刹である。 教習寺は、田島の地にあったため、田島教習寺と呼ばれていた。その後、行園、行宏、窓か優、窓か慶と、次第され、現在は、第二十三世医者託生が住職をしている。現氏遺書書や、文政遺書書によれば、行女は、法上と政の孫である、法上と村であったという。そのためか教習寺の住職は、法上生を名乗っている。教寺、 第五世縁喜びの頃、本願寺の蓮女が、越前吉崎に下校した。蓮女の下校に際しては、窓家慶がグ部したとも、教習寺門徒である大谷彦左衛門がグ部したとも、言われている。蓮女は、教習寺に滞在し、文明三年七月十五日に、五文章第一章の制作をした。その後七月二十七日より吉崎において、一羽を混流することになる。 吉崎五坊の一右根流にあたっては、浅倉市に出入りしていた大家彦左衛門を通じ、浅倉市に内々に申し入れて許容され、お山の土地と材木の寄付を受けたとされている。御坊が完成するとすぐに、田屋と呼ばれる宿坊が建てられた。はじめは、本光寺、本学寺、教習寺の三家寺だけであったが、その後、小森寺、工業寺、 長生寺など四十八ものタ屋が立ち並んだ。吉崎五坊の建流やその後の煉女の狂気活動を支えた校が認められ、煉女から三号の免許があり、牛花山の三号と方便発信尊像を拝領した。牛花山の名は吉崎牛毛花にタ屋を建てていたためとも言われ、また第五世窓家系が隠居した加賀が津の牛毛花に掛け所があったためとも言われている。 蓮ンが吉崎を退去した1475年には、順序から、蓮ン絵像を加フされている。さらに翌年には蓮ンから、新蘭聖人見影も加フされている。現在、教習寺の納骨堂には古文章を仕立てめる蓮ンの像が置かれていて、蓮ンとの深い関係を忍ばせている。長宗、ね、郷田島から、北の章へ、編集元は越前町瀬、郷田島に寺元があった。 今でも、ごぼう前と称するたや、同越とか、同垣という名字が残っている。1585年北野省上主、堀秀政が本願寺県与に北野省柳町の寺地を寄進し、1587年に柳町ごぼうが造営された。これに伴い英知前の大寺院が集められ、教習寺も柳町に転じている。 さらに1659年と1669年の大火沖に城下の整備が行われ、城下北端へと移転が行われ、1500坪の境内地には松が茂り堂々たる伽藍、くり書院、蔵等が整備された。この時、柳町にあった、表見堂、本楽寺、寺守寺、千福寺なども一緒に移転が行われ、門前町が形成され、 未堂町と呼ばれた。戦災と昭和23年の福井地震のため、教習寺の建物のほとんどが壊滅。戦後復興と震災復興のため、市内の区画整理が行われ、法営小学校の移転があった。そのため、教習寺は大体地を与えられ現在の福井市松本山頂目11の19に転し今に至る。大使堂編集第五世。 窓かけが隠居した加賀が津の掛け書は、当初大使堂と称され、実女から、方便発信尊蔵がカフされている。裏書きによれば、教習自問とたる月津大使堂の十字にカフしたと、なっている。この大使堂は、窓かけの子息のうちの一人が受け継いだようである。その後天文年間、少女の時代に入ると、本願寺の文章や面物の裏書きに、 田島教習寺と下集教習寺の両方が見られるようになる。本願寺資料研究所法15号によると1505年から1537年の間に月津の大使堂に次号、教習寺が授与されたと見なければならない。田島教習寺と月津大使堂は当初からどちらかに子息がいない場合は他方から子息を迎えるなどして良好な関係であった。しかし、 本願寺が東西に分派した際に、田島教習寺は西派、下州教習寺は東派に分かれることになる。県女が長男の教女を偽絶したのは第八世 UK、寮の時代であり、下州教習寺には受け、寮の弟である善良が入寺していた。教女に加担した善良もまた本願寺より破門されることとなる。その後、教女が1602年に、 東本願寺を建て、全寮は、下宗教習寺を東派とし完全に分立したのである。文派は、大十世正神願がちょうど十字職を継承した頃で、ある。この神願は、東派になった全寮の次男であったようだ。き伝え指導は、現在も、牛花山教習寺として、石川県小松市が筒にある。山下道場。 編集教習時、門ン大化彦左衛門は、蓮女の越前国内を警戒した、際のお供をしたこと。朝倉市への働きかけをしたこと。また、吉崎御坊完成に至るまで、大谷彦左衛門宅に、蓮女が死宿していたことにより、蓮女が気楽の際に六字名号を賜った。蓮女退去後、大輝彦左衛門は、競技希望と名を改め、吉崎三家に道場を構えて、 子孫継承しよう山を守護した。これを山下道場と呼んだ。蓮女商人正月命日には、蓮女ゆかりの山城の松の枝に賜った名号をかけて諸人に拝礼させていた。1746年、山下道場の場所に西御坊が混流されることになったため、大大地を下され、吉崎町内に転ずるとともに、西年寺の寺号を付し、京州寺の下寺として、 吉崎一円の教習寺門徒を管理していた。明治以降は、独立して、吉崎寺となっている。上昇案、編集上昇案の故障が見られるのは、実業の書状などである。これは、第六世圭介が隠居し、教習寺林地に立てた世のことである。しかし、圭介の子息幸春が死去したことにより、圭介が田島教習寺十字に復帰したため、 娘婿に、月伝い指導より、喜び、寮を迎え上昇案の十字とした。実女からカフされた、方便発信尊像の裏書きにも、長尾根ゴ島上昇案元首、作軽量とある。しかし、教習時に、新たな子息が生まれなかったため、喜び寮は、教習時の第七世となり、また、第八世ゆ寮の時代に、柳町に転じたこともあり、 上昇案は廃案になってしまったようである。その他の下寺、編集1612年のものと考えられる、本願寺の傍観である、下妻中公の書状によると、教習寺には、西元寺、慶隆寺、清志善寺、千福寺の下寺があったことがわかる。書状の内容としては、教習寺の家徳に関して、第八世有 k 寮の譲り状に記されるごとくに、 第十世神願から、昭友に譲り渡すべしとの順序の移行である。また、正元寺、慶高史寺、清志善寺、千福寺の座廃については、昭友の指示に従うようにという安堵状である。を迎えることにしたが、まだ幼かったため、父の神願も共に迎え、第十世となった。しかし暫定的な十字だったようで、十字職についていたのは、約十二年間である。 この文章に知られるように、教習寺を本寺とする下寺が少なくとも四カ寺はあった。またこの他にも、山下道場などの道場も含め下寺や家計所が数カ所はあったようである。明治中期の西本願寺、松寺付属家寺調査簿によると教習寺の下寺は一家寺だけになっている。この一家寺は山下道場から発展した再念寺のことである。この頃までには、 他の下寺は、西本願寺の直参寺院となっていたようだ。また記述ではあるが、西念寺も後に、吉崎寺として独立し、西本願寺の直参となっている。岩佐又兵墓浮世絵又兵と呼ばれる。岩佐又兵は、織田信長に仕えた、荒木村重の子であった。しかし、村重は信長に反逆を企て失敗したため、荒木一族はことごとく殺害された。 その中で幼かったマタベは馬に救い出され、石山本願寺に身を寄せていた。マタベ四40歳の頃、本願寺で出事をしていた、教習寺、第十世神願がマタベの火災に目を留め、福井藩の絵師として推挙した。そのためマタベは、妻子と共に、越前に移り住み20年余りを、福井で過ごした。60歳になると幕府より詳生を受け、妻子を残し、 江戸に登って活躍した。73歳で江戸で没死したが、遺言により遺骨は教習寺に納骨され、教習寺が岩崎の鉄木寺となった。二代目勝重三代目ひくもも教習寺に納骨されている。岩崎の墓は教習寺境内地にあった。福井地震後、寺本が移転した後も小学校地内に残された。昭和62年に、 校舎改築に際して、現在の教習寺境台地に移されている。現在は、福井市による解説版が設置されており、元の墓市にも石踏みが立っている。墓の移転に際して、立ち会った教習寺住職が墓の中から、荒木と書かれた越前焼きの壺を発見している。荒木は、織田信長に反逆した父のせいである。そして、岩佐というのは、 母方の生徒も乳母の生徒も言われている。教習時境内地内には、聖徳幼稚園が併設されている。昭和25年4月に開設。はじめは宗教法人教習自立であったが、昭和47に学校法人になった。子供たちを、御仏様の子として、明るくたくましく、心豊かにを、教育目標として、幼児教育の一端を担っている。 また音楽教育にも取り組み、お寺の幼稚園だけあって、仏教参加にも力を入れている。本願寺福井別院の法要などにも参加し、喧嘩、検討や仏教参加などで花を添えている。ありがとうございます。